NGC891 は、アンドロメダ座の方角に、地球から約3000万光年の距離にある、非謗上渦巻き銀河である。1784年10月6日に、ウィリアム・ハーシェルが発見した。この銀河は、オトメ超銀河団にある NGC1023 銀河群を構成する銀河であり、H 通角を持つ。小型から中型の望遠鏡を用いて、 大きなゴミの帯を持つ、かすかな、長細い光のシミとして見ることができる。1999年、ハップル宇宙望遠鏡が NGC891 を赤外線で撮影した。2005年、科学的な興味から NGC891 が大双眼望遠鏡のファーストライトの対象として選ばれた。1986年8月21日には、 死等級1 4の超新星 s n 1 9 8 6 j が発見された。この銀河は我々の銀河を銀河系の端から見た時のような見かけであるが、近年の高分解能の画像において、ゴミのディスク中に異常なフィラメント状の構造が見られる。これらのパターンは銀河円盤から銀河波浪にも広がっており、 超新星爆発が銀河円盤を銀河波浪に向かって吹き飛ばしたものと推測されている。また、周囲の恒星の光の圧力によってこのような現象が起こっている可能性もある。ハップル宇宙望遠鏡で撮影した NGC891 の近接赤外線画像。クレジット、HST、NASA、ESA、ギルバート A.S. カーディュとジョン C. バレンチネが赤外線を 用いていった観測で、この銀河は棒を持ったハップル分類 SBB の銀河である可能性が出てきた。この棒はもし存在するとすれば我々から見て真横の向きに存在するため視認することはできない。この棒の仮説は中心を回る数十億の構成の動きが速すぎるという点からも指示される。この銀河は NGC925 NGC949, NGC959, NGC1003、NGC1023, NGC1058 等が含まれる NGC1023 銀河群と呼ばれる小さな銀河群を構成する一つである。銀河の周辺の高度の低い部分は親銀河から 50kpc もの巨大な渦巻きが出ているような位相の揃ったいくつかの巨大な株構造から構成されている。 バルジと円盤は平らで濃密な長さ 15kpc、半径 40kpc ほどの眉のような構造に囲まれている。ハップル宇宙望遠鏡で撮影した NGC891 北部の近接画像。3.24クレジット、NASA、スチ、ウィキスキー。ありがとうございます。